ちは、こんばんは。ゲーム動画の一方です。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットアーをお言葉を受けいたしましょう。いよいよジャパンカップスタートですが、私のクリ戦ですね。これだけやるか、20節をサセボドック戦もやるか。まあ明石ドック、100戦は余裕ですからね。当然のごとく、メンバー落とします。投入して、まあまあ悪くはないな。いつも投入するメンバーと違うからな。日本もいいですね。日本ニキータ軽いね。人気はそんなに良くないんだよな。でも、もう悪くないよな。学びかな。そうそう、キーパーもはるかにチェンジ、そういえかいです。でこれでスタートしましょう。これでも絶対勝てるはず。 91% 圧倒的ですね。まあ負けるわけがないでしょうっていうところですよね。明石美奈子やんか。早くエリカが選手権を奪いました。まあこうなりますよね。知ってた。これトーナメントなんで1点差でも勝てばいいんです。勝てばいいんですが、まあこうなりますよね。2点第0。全然リードします。まあ最下位リーグですかね、相手はね。厳しいんじゃないでしょうか。こちらはトップリーグの首位ですから。まあ佐世保ドック戦にやっぱり力を蓄えておきたいとこですよね。ということでエリカ、ミスは許されない。3点目です。トリックなんですが、全部ミドル決めたのか。エリカが決めたのか。ミドルは試合に出ていません。これって公式戦にカウントされないんだよな。ジャンプ力とか走力とか全部違いますからね。スタミナとか、それがやっぱりクラブチームの格の差っていうか、かかっているクラスの差ということです。なんで出しちゃったんだ。まあ
いけませんよね。相手の方も相当疲れてくんじゃないかな。もう朝日石井バンクヘタクサエスがヘタヘタエスが桜とユーナが疲れてるね。まあ、でも変えないでしょうね。ユーナちょっと今のはうまくあったシュート。よくこんなのトーナメント戦わせますよねっていうか、まあ天皇杯でもあるのか普通に。でも天皇杯でもかなり差つくかな。まあハーフタイムで回復しましたのでこのまま行きましょう。今度は右から左へと攻めます。イエスね、いいパス。ユーナ切り替えて5点も奪いました。今度はユーナがハットトリックを夢じゃないですよ。これはもう仕方がない。もうかほとんど動けてない。ヘトヘトです。カメラに頑張ってはいたんでしょうけど、さすがに限界ですよね。やむを得ない。クラリスが自分で突っ込めばいいんだが、そうはしない。エリカ4点目痛いけど、やり放題です。まあ、超攻撃的フリをしていきますが、ということはもう防御がおろそかになるということですね。一回ボール取られると途端にやばいでしょうね。焦りません。しっかり取っていきます。マドカ、マドカがすごいいい仕事するよね。あ、自分で決めようとして焦った。マドカ、さあ今度はユーナ、ユーナヘッドトリックじゃないのこれ。エリカ4点、ユーナ3点。エリカ。エリカは5点目、1対0です。対象ですね。なしになりません。もう多分ほとんど動けない。もう時間もあと、おい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 、なんだ今の。なんだこれ。シンプレイですね。ショート動画にする。試合終了です。
この辺は8対1で対象ですね。最後の1点は納得できない。さあこれで2回戦突破。クラーカリバーズは N2 イーダビスタと2回戦で当たります。6人もすごい。マナミね、マナミをその一人。やっぱりクルミ、当然クルミですよね。さあ次ですね、佐世保ドッグ戦。あ、 A はあるけど S は少ないな。一番右手何の数値やったっけ。ハートか。ハート強さに対抗っていうとこですね。行きましょう、公式戦。休みあるんで、このままで行きます。さあ、佐世保マリースタジアム、相手の本拠地で、に乗り込んで戦います。今回公式戦ですからね、しっかり勝ってトップを展示したい。クルミは本当いいな。クルミはもう早めに追加点取ってもいいんじゃないでしょうか。寄せ取るならな。こちら疲れる前、疲れるとちょっと相手の攻撃的布陣が結構効いてきますからね。こちらが疲れる前に攻撃的布陣にすれば、まあ、チャンスがありますが、そのうち攻撃的布陣の影響で相手も疲れてくるから、その時が点差を広げるチャンスです。あー惜しい。なかなか追加点が決まりません。お、相手も選手交代しましたよ。29分ファールです。あと緑イエローカード一つ目ですよね。もう投手は健在。ちょっとタイミング合わないか。出ましたね。これはゴールキックになります。荒っぽい試合になってるな。相手の投手がそうさせるのか。スローインを得たなぁ。もしナーコが、このピーチを出します。もうほとんど時間がない。前半終了です。さあ、これは中断を変えなきゃいけないんですね。
打ち崩されたらダメです。とはいえハートが体力を補うかといってもやっぱり体力がなければ心がいっても体がついてきませんからね。これは正直だな。シュート、いやー決まった。追加点、緑か、たき出しました。守備が気になるな。あえて守備を変えてみるのもありかな。節子を代わりにみゆきを入れておきましょう。当然相手は攻撃的布陣にここからなりますからね。あ、やっちゃった。クラスちょっと疲れてますね。しかしもう交代枠はありません。え、何？あ、こちらのフリーキック、スローインに切り替わります。反対側には出たな。いいですよ、出し抜きました。サヨ決めました。3対0。これは嬉しいでしょうね、サポーターも。これは鮮やかに決まりました。出し、まあ、サヨへの出し抜きプレイ。決定的な3点差になります。もう自分で持っていくのか。せっかく持っていったので最後が本当にね、もったいないよね。あ、出ちゃった。ちょっと、ね、攻撃が荒っぽい。試合終了です。前半4分に池田行き行は敗れました。ヘディング。ついていたので右に逸れてしまいます。後半13分になりますね。もうここで待望の追加点が決まりました。七海のこのセンタリングもうまかったですね。アンガーが叩き出される。後半37分、これはうまい。これですよ。
コとサヨのつながり、そしてそのまま、守りきりまして、ボールシェア率を 57% で、これこそ理想的なサッカーじゃないでしょうか。課題もやっついただきました。4点差ですね、今。あと2試合なんで、これで勝てば、クラーカリバーズ優勝が決まりますね、次の試合で。引き分けでも、筑波長間引き分けか負ければ決まりです。もしくは、まあ、クラーカリバーズが負けても、筑波長間が負ければ決まりです。そうですね、2位まではアジアチャレンジ等に出ますから。ここ最近本当に負けないですね、調子がいい。連戦連勝と言えるんじゃないでしょうか。あとはチェスと鹿児島とは12位ですね。でも昨年4位だったけどな。あ、弱くはないな。佐世保よりは強い。それ最後が函館ベンタも。深く取った相手ですからね、気をつけないとね。まあ、強くはないですね、ミスルも。ジャパンカップとの睨み合いってことにはなりますが。優勝次でもう決めちゃいましょう、はい、ということで今回はジャパンカップ1回戦と佐世保ドッグスとの公式戦をお送りしました。皆さんいかがだったでしょうか。よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。概要欄にプレイリスト、ブログ、ツイッターございます。よろしければお願いいたします。ちょちょびっとはお送りいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。